アラン・トラビス・ウィリアムスはアメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス出身のバスケットボール選手。ポジションは C、PF。地元フェニックスのノース高校時代からアリゾナ州でも名の知れたウィリアムスは3年生に平均12、5得点10、9リバウンドを記録。4年生時には22、1得点16リバウンドを記録し、2011年には 同州の最優秀選手に選出された。大学はカリフォルニア大学サンタバーバラ校に進学。BWC の中心選手として活躍し、2013年から3年連続で同カンファレンスのファーストチームに選出。2014年はカンファレンスの最優秀選手。2014年からは2年連続で NCWA のリバウンド王に輝くなど活躍したウィリアムスだったが、 2015年の NBA ドラフトでは、指名外に終わった。ウィリアムスは、同年夏の NBA サマーリーグで、シャーロット・ホーネッツとヒューストン・ロケッツの一員として、参加。その後7月25日に、CBA のチンタを総補しアイダ玉クラブと契約。35試合に出場、平均20.8得点15.4リバウンドを、記録し、リバウンド王のタイトルを獲得した。 2016年3月7日、地元のフェニックスサンズと10日間契約を結び、念願の NBA 入り。17日のユタジャズ戦で、念願の NBA デビューを飾り、その後正式に2年契約を結んだ。翌月13日のロサンゼルスクリッパーズ戦では、14得点13、リバウンドを記録し、初のダブルダブルを達成し、114から105での、 勝利に貢献した。2017年2月26日のミルウォーキーバックス戦では自己最高の17得点と15リバウンドを記録。3月5日のボストンセルティックス戦では11得点に自己最多の15リバウンドを記録し、109から106での大逆転勝利を呼び込んだ。さらに9日のロサンゼルスレイカーズ戦でウィリアムスはサンズの選手としては、 チーム史上初の5試合連続の10得点10、リバウンド以上のダブルダブルを達成した。2017年7月9日、サンズと3年戦7 0 0万ドルで契約を延長した。しかし、2017から18シーズンのトレーニングキャンプ、前に、左膝の重傷のために、全治6ヶ月と診断され、シーズンの大半を欠場する見込みだと報じられた。 父のコディシニアはアリゾナ州マリコパ郡の治安判事を務め、母のジェリはフェニックス市の警察庁を務めている。ありがとうございます。